おはようございます。バンです。今日はですね、長い鶴のゲートの湖岸での繁殖地エリア9、勝手にエリア9ってつけてるだけなんですけども、このエリア9の、長い鶴のゲートの回収をやっていきます。ずっとねエリア3をやってたんですけども、ちょっとね昨日散歩していたら、やっぱここも優先度上げてやらないといけないというふうに思いました。何しろ湖岸がねすぐそこで、でちょっとね、飛び火している部分もあったんで、まずはちょっとその、飛び火している部分の記録映像も残しつつ、駆除活動をやっていこうと思います。それではまずちょっと飛び火している部分まで行きます。はい、どうもです。ここはエリア9からほんの数メートル、2、3、もうちょっとかな、5メートルぐらい行ったところなんですけども、ここにね、1株、2株、3株ぐらいだけ長い鶴のゲートが確認できますんで、ちょっとねもうこれぐらいやったら、あのエリア分けせずともここはエリア9であるというふうにしてですね、でエリア9の飛び地として、で一応記録にビフォー映像として残しておいて、でもう今パパッとやってしまって、でからエリア9の駆除の方にかかりたいと思います。一応クローズアップの、映像も撮っておきます。エリア9飛び地、エリア9から5メートルほど離れた、南西側に離れたところに飛び火している部分の長い鶴のゲートです。のね、石畳に入っていってるんで一発では除去できないです。なのでちゃんと記録に残しておいて、でここが、から芽が生えてきない、来るということをですね、きちんと管理していかなければならないというふうに思いました。詳細な場所ですけれども、あそこが、ここがエリア9です。この辺りがで、ここから、こんなぐらいですね、数歩飛び火しています。というわけで、とりあえず、除去していきます。まあでも根っこがね深く食い込んでるだろうなというふうに思います。はい、どうもです。長い鶴のゲートのエリア9の飛び地の駆除が終わりました。これもかな、これもそれっぽいです。ちょっとやっておきましょうか。はい、どうもです。一応終わりましたね。元のエリア9の場所に行きます。はい、どうもです。そうしましたらエリア9、本拠地の方ですね、除去作業を開始していきます。はい、どうもです。ゴロ石をのけたら、その下から長い鶴のゲートの、大株が出てきましたね。これは長い鶴のゲートです。あの紫のやつ。
はい、どうもです。こちらにタイルが5枚ありますね。で、1,2,3,4 で、ここに5というふうに埋める。はい、どうもです。電池がないので手短に、ビフォーです。埋め戻し、タイルの敷設が終わりました。はい、どうもです。そうしましたらね、仕上げに掃き掃除していきます。はい、どうもです。なんかね、タイルが3枚足りないんですよね、ここね。どっか行ってるんで、ですけれども、まあしょうがない。どっかその辺に、転げていったんかもしれないですけどね。まあもし見つけたらまたここにタイルを置いておくわけなんですけども、とりあえず今日のところはこんなところですね。ではでは。